お疲れ様でございます。町屋駅前7時過ぎですか。ご挨拶でございます。山本ゴウ、次の飛ばすが来るまでの山本ゴウのご挨拶2巡目でございます。2巡目は若手が並び、そして山本がしゃべる。それは第1弾も一緒ですけれども、第1弾におきましてはお家で幸せに寝たきりでなくて終えられると、人生をハッピーに終えられるスポーツ予防医療についてお話をさせていただきました。山本ゴウ、若手主体であればですね、遊べる街を作りたい、不真面目と思われるかもしれませんけれども、よく遊んだ子にこそいいアイディアが宿るんです。例えば区バスの区と区の境目のバス停増やすにはどうしたらいいと思う？どうしたらいい？今のまんま路線をね、増やすとね、お金かかっちゃうでしょう。そんなお金多分ないと思いますね、荒川区単独で。でしたらですね、台東区と組んだらどうですか？北区と組んだらいかがでしょう？文京区はめぐりんでしたっけ？あ、やばい、勉強不足。台東区がめぐりんでしたっけ？実はね、区バスっていうのは営業終わった後他の区にね、行ったりしてるんですよ。日光街道にね、台東区のバスが来るんですよ、夕方頃。そしてこれパトロールカーの話ですけど、千代田区のパトロールカーは西日暮里に車庫止まってます。こういうことやってるんだから、実際の業務でも越境してもいいと思いますね。そうすると区境が区境でなくなります。こういう単純なアイデアだけれども、今までやってなかったアイデアを言えて、あとは区長と区長が仲良くしていただいて実現できるかと、そういう話で、幸い選挙近いですね、全国ね、入れ替え時期ですから、こういうところをきっかけとして新たなネットワーク作って、そして新たな世代で政治作っていくしかないんじゃないでしょうか。皆さんいかがですか？そうですね、20代2人大サービス2人、30代40代を主な層にして、で監督50歳で50代で、あともう相談役が60代ね、こういう構成でバランスよく議会作っていかないと新しいことできなくなっちゃいますね。これが課題です。どの地域におきましても、幸いここ荒川区は44人いるみたいなんですね、来月の区議会議員選挙。半分新人です、半分新人。これチャンスですね、30年に一度来るかないかの、来るか来ないかのチャンスが今回の、区議会議員選挙と、そういうことらしいですよ。山本ゴウでございます。頑張ります。私41になりました。なかなか5年ね、無収入でコツコツやってきて、もう5年経っちゃいましたんで、そろそろです。山本ゴウ、頑張ってまいります。荒川区に恩返しです。しっかりとやって、皆様と共にワクワクする政治、ワクワクしないでもまあ行くかっていう政治ね、繰り広げていきます。そのために体張って、押して手がね続く限り頑張ってまいるわけでございます。山本ゴウ。
私に先頭を走らせてください。山本豪雨でございます。無所属です。まずは何も考えなくていいです。党派とか無所属だから後から考えましょう。そういうことは皆様と共にスタートは切りたい。無所属で山本ゴー41の力持ち、声は20代より出ますよ。しょうがないです。これは時代ですから。遊んで育ったんだから、遊んで育って声出して育ったんです。